小島瑠璃子さんがサタデープラスを卒業、後任は立てず、サブ MC の清水麻椰アナに期待がかかります。清水アナは入社4年目、ローカル局 MBS のアナウンサーですが、全国放送を2本担当する人気者。民放プロデューサーは、MBS は大阪の準キー局ですが、サタプラの枠では約半世紀、全国放送を担ってきました。だから、最も期待される局アナが起用されるのですと解説。さらに、新聞のラテ欄では1行目に清水アナの名前が来ています。日テレの三浦麻美アナでもなかった現象ですよ。詳細はデイリー新潮で。